本邸に行くしかないのか。
まだ少し苦いや。お、さっさと出せよ。
さてと。やっぱり、よそう。行ってみるか。こっそりつけてたシークレットサービスのレポートに気になる点があったから。
そうちゃん？そうちゃんだよね。久しぶり、ゆうなさん。やっぱり、そうちゃんだ。帰ってきてくれたの？え、試験休みですることがなくて、間が悪いことにアパートの風呂も壊れててさ、朝から道路工事始まってむちゃくちゃうるさくて、夜中は時代遅れの暴走族が全国集会開いてて、とにかく言いづらいからしばらく止めてくれないかなって思ってきたんだけど。でも、やっぱり…出直してくるよ。ごめん、こんな朝から押しかけて。迷惑だったよな。そんなことないよ。姉さん、すごく嬉しいよ。元気だった？どこも悪くない？ご飯はどうしてるの？今日は食べたの？そうちゃん、いつも電話に出てくれないから、アルバイト忙しいって知ってるけど、前もって連絡してくれたらいっぱい美味しいものを作って待ってたのに。あ、でもちょっと待ってて。姉さんすぐ買い物に行ってきて、ご飯作るからね。学校はどうするの？大丈夫、今日は先生にお休みいただくから。やっぱり迷惑だったみたいだから帰るよ。今から大学に出かけるところだったんだろう。別に休ませるために来たわけじゃないからさ。待って、気を使わせてごめんね、そうちゃん。姉さん、いつも通り学校に行ってくるから。ちゃんと講義に出て、夕方には帰ってくるから。そうちゃんがいるからって、ちっとも迷惑じゃないし、全然学校の妨げにはならないからね。だから、姉さんのことなんか忘れて、お家でのんびりしてて。ここは今だってそうちゃんの家なんだから、いつまでもいていいんだよ。だからね。分かったよ。少しだけ止めてもらうから。ね、黙って帰っちゃダメだからね。姉さんと約束してね。ちゃんとお家でお留守番してるって。約束するよ。だから早く行きなよ。急がないと遅れるよ。うん、
おかえり、そうちゃん。ただいま、姉さん。姉さんと一緒に行こうよ、そうちゃん。
ちゃん。どうしたの？何かお買い物？そんなとこだけど、もう済んだよ。あ、ゆうなさんは？うん、晩ご飯の材料は買ったよ。じゃあ帰ろうか。うん。そうちゃん、今日の晩ご飯何かわかる？そうちゃんの大好きなものだよ。俺の好物？なんだろう。ハンバーグカレーだよ。やっぱりオムライスの方が良かった？ハンバーグカレーって聞いただけで、すごくお腹が空いてきちゃって。そういえば長いことゆうなさんの作ったご飯食べてないんだなって思ったら、声も出ないくらい急に力が抜けてきてさ。帰ったら大急ぎで作ってよ。今だったら鍋ごとだって食べられそうな気がするよ。いっぱい作るね。ところでさ、最近身の回りで変わったこととか起きてない？うん、いっぱい起きてるよ。そうちゃんが朝から訪ねてきてくれたし、スーパーマーケットでもそうちゃん見つけちゃうし、今だってこうしておしゃべりしながら一緒に歩いてるし、それからそうじゃなくて、その例えば最近体の調子がおかしいとか、危ない目にあったとか、怖い思いをしたとか、犯罪絡みの事件に巻き込まれそうになったとか。ああ、別に深い意味はなくて、やっぱり女の子の一人暮らしだといろいろと大変なんじゃないかなって思ったから。そうちゃん、姉さんのこと気にしてくれてるの？深い意味はないって言ってるだろ。そんなことより真面目に聞いているんだから、ちゃんと答えてよ。心配かけてごめんね。姉さんはこの通り元気だし、そうちゃんが気にするようなことは起こってないから大丈夫だよ。あ、でもそういえば1ヶ月くらい前の話だけど、2軒隣の柴田さん家に泥棒が入ったんだって。柴田さん家は覚えてる？ああ、確かじいさんとばあさんの二人暮らしだったっけ。うん、今でもすごくお元気でいらして。
いつも二人で一緒に散歩してたり、買い物に出かけたり、すごく仲睦まじいの。でもね、そんな留守中を狙って何度も何度も泥棒が入ってたんですって。何度もって、泥棒に入られたらいくら年寄りだってわかるんじゃないのか。だからね、わからないようにお金やちょっとした小物を少しずつ少しずつ取っていくんですって。なるほど。それでね、最初は少しばかりお金や物がなくなったって別に大したことなかったんだけど、そんなことが続いていくと、お互いにお互いを疑い始めて、だんだん信じられなくなっていって、相手が勝手に使ってしまったんだろうとか、どこかに置き忘れてなくしてしまったんだろうって互いに非難するようになって、あんなに仲睦まじい二人がそんなことで大喧嘩までしてしまったんですって。結局警察の方が調べてくださったおかげで泥棒が入ってたって分かったんだけど、姉さん、その話を聞いた時ちょっと怖いなって思った。確かに物騒な話だよな。まだ小銭や小物で住んでいるうちはいいけど、そんな泥棒と家の中で出くわしてしまったら何が起こるか分からないもんな。物騒？うん、物騒な話だね。そのことだろ、ユーナさん一人暮らしだし。あ、そうだね。姉さんが留守してる間にひょっとしたら泥棒に入られてるかもしれないもんね。そうちゃん、しっかりお留守番してた？でもこうして出てきちゃったから、今頃泥棒さんがお邪魔してるかもしれないね。